まずは代表取締役社長中村隆明よりご挨拶とともに東京ベルディの事業ビジョンについてお話をさせていただきます。で昨年は大変な混乱の中でシーズンが終了しました。でその過程においてクラブベルディはですねもう大変大きな経営危機器を迎えました。ベルディの会社の株式が100倍規模 相当で新しく発行される懸念があり、さらにその株式が誰が取得するのかが不明瞭不透明なまま、役員会議で売却可能な状況になるというような危険がございましたただ、その危機は過ぎ去り、経営は安定化しました、また盤石化しました。本日 こういう形で新しく新シーズンを無事に迎えることができておりますえではまずはじめに教科部長の江尻敦彦より皆様にご挨拶を申し上げます皆さんこんにちは今年も教科部長をさせていただくことになりました江尻敦彦ですよろしくお願いしますえまずは昨年末いろいろな騒動があったことに対して ご心配をおかけたおかけしたことに対してお詫び申し上げます。えー、この経験を得てチーム編成をする上で二つの目標を、えー、掲げさせていただきました。まず一つはクラブの中期ビジョンです。二つ目はチームの一体化です。まず一つ目クラブ中期ビジョンは、えー、2021年今年から23シーズンまで 三年間を目標に J ワン昇格を目指したいと思っております。そして2024、25シーズンに向けて J ワン定着、そして ACL を目標にチーム作りをしていきたいと思っています。このチームの柱である育成組織からの昇格組、そしてスカウトも強化して J ワン、J ツー、J 三、アマチュア クラブ大学生高校生そういうところにも目を向けてチームを編成していきたいというふうに思っております2つ目チーム一丸となってシーズンを戦う集団に編成しました全ての力をベルディのために全力を尽くす集団ですチームに残ってくれた選手と今シーズン集まってくれた選手でしっかり戦って今シーズンを戦っていきたいと思います この中で、えー、いろんなことが今年もあるかと思いますけれども、サポーターの皆様、えー、我々ベルディをよろしくお願いいたします。以上です。今シーズンもですね、えー、監督を務めさせていただきます。長いです。よろしくお願いします。まああのー、昨年末からもまあいろんなことがあ,、まあ、ありましたがあ我々、えー 現場としましてはもうや,るやるべきことはもう一つかなとベルディらしくベルディらしい素晴らしいサッカーをさらにバージョンアップさせて戻るべき場所に一日でも早く戻るとそして今一度我々ベルディが日本サッカーをですね牽引していけるそこまでそしてその先の世界というところまで進んでいけるように。 1日1日試合試合を大事に素晴らしいメンバーと共もに進んで参りたいと思いますえでは続きましては新加入選手の皆様への質問ですえまずは最も得意なポジションを教えてくださいとこれ全選手の皆様に答えていただきます僕が得意なポジションはボランチずっとプロに入って一番長くプレーさせてもらっているポジションで えー、自分の武器はですね、えーまあ、まだヴェルディに加入して時間も間もないのですけど、まあ、できるだけ早く味方の選手の特徴を把握しながらゲームでどう生かしていくのか、えー、その中で、えー、ゲーム中に起きている現象であったりとか、まあ、対戦する相手の特徴であったりとか、まあ、逆に言えばウィークであったりっていうのをゲーム中にうん早く見つけて、えー、そういうものをこう ベルディのサッカーでよりそういうところを生かしていければいいのかなとそれは個人的にはすごくゲームチームも意識していることですしベルディでも活かせればなとと思っていいまますありがとうございました川選手、はい、えもう僕もボランチなんですけど、まあ、永井さんのサッカーは僕もえ2019年にやっているのでそこでいうとまあリベルだったりフロントボランチの部分でえやりたいなとうう思っています。で まあ得意なプレーは、まあ、とにかく運動量を持って、えー、味方がこう苦しいなとか今、助けてほしいなっていうところに、えー、いち早く気づいて、えー、そういう部分でチームを助ける力があると思っているので、まあ、とにかく、えー、運動量を多くしてチームの力になりたいなと思ってます、えー、ポジションはです、ね、センターバックなのかなと思います。まあ、ボランチをややっったこここともありますがここ数年はやってないんで と、まあ、あの、長所の部分で言えば、まあ。積み上げてきたこと、まあ、経験というところですかね、そういうところかなと思ってます。マイ選手ええー、僕は、ディフェンスだったり、ミッドフィルダーだったり。まあ、いろんなところ。 自分の特徴としては、えー、ゴールに向かう姿勢だったりゴールに関わるプレーだったりあとはキックの部分が一番得意としてるところですね、はいえー、ポジションは、えー、ワイドであったり、まあベルディで言えばフロントブランチのポジション。 が一番いいかなというふうに思います、えー、武器としましては、えー、やっぱりドリブルと、えー、局面を個人で打開する力が、えー、自分の武器ですのでそこを生かしながらも、えー、周りを生かして、えー、ゴールにつながるプレーを意識して戦っていきたいと思います以上です佐藤亮が選手え自分の得意とするポジションはフォワードでベルディでいうとフリーマン っていうポジションになります自分のプレーの特徴としましては常にゴールから逆算して動き出しをするところであったりあとはより多くゴール前に顔を出して得点という形で得点という結果を残すというところであるというふうに思っています,です僕のポジションはディフェンスラインサイドアタッカーサイドバックのところと センターバッククラウンのところと考えております、えー、得意なプレーは守備の出足の速さであったりヘディングのところを見てほしいですえと僕がキーパー以外のポジションでやったことがあるのは、えー、フォワードをやったことがあって、まあ、ベベルディのスタイルでいうとまあフリーマンという形なんですけどで自分自身のまあ特徴としては。 足元の技術と守備範囲の広さっていうのを持ち味にしているのでそこら辺をこのチームでも存分に生かして自分自身は元フォワードをやったこともあるので攻撃的サッカーというのはとても好きなのでどんどんその攻撃的な印象をキーパーからでも出していけるように頑張っってていいいきたいなううふうに思っています、えー、自分がキーパー以外でやったことあるのがセンターバックです。 で自分の強みはシュートストップとフィードだと思っているのでぜひそこを見てもらいたいです自分のポジションはセンターバックベルディで言えばクラウンのポジションです強みは相手フォワードとのフィジカルの勝負です <coughs> 自分のポジションは左サイドバックでヴェルディで行ったらサイドアタッカーのポジションです。えー、自分の強みは1対1の攻守の対人であったりとかあとはこの何回も上アップダウンできるスタミナであったりとか攻撃でアクセントを作るところをぜひあのサポーターの方々に見ていただけたらなといいううふうに思いますえ次の質問はズバリ永井監督の印象を教えてください。 ということです。ちょっと苦笑いが出ていますけれども、監督の前でいろいろお話し,しにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。トメサ選手。なんか暗数がもう話したい話したいから。<laughs> あ本当ですか。<laughs> ぜひ。なんですか,何か言いたいことがい<や>言いたいここ。これこの質問はあれじゃないですか。はい、俺からなんか引き出そうとしてないですか。いや <laughs> そんなことない。<laughs> いもうあれですよもう。もう僕がプロに上がった時からもう。はい プロというものをすべて教えてくださった方なんで、はい、恩人です、はい、えまあ僕はそうですね現役時代一緒にプレーさせてもらってるんですけどまあその時と変わらずまあ厳しくもあるんですがまあ愛があってあのユーモアある <laughs> すごい方だなっていうのを改めて思いました <laughs>。入団前は なんかこう厳しいというかなんならちょっと見た目からしたら怖いってなんていうんでしょう怖いっていうかこうあのいかつめ, <laughs> <laughs> いつめな方かなっていうふうに思うんですけど,どいざ入団してみたらあのすごいこうなんていうのあ,あったかいっていうかこう仲間意識をすごい大事にされている。 方でしかも面白い人しあい監督さんなんでもう本当に入ってよかったなっていうふうに僕は今回初めて永井監督とかから関わらせてもらったんですけど、まあ、自分の正直な印象としてはイメージ通りめちゃくちゃ怖い人だなって思いました。<laughs> どういういイメージだんで 永井監督、まあ全体的にこう非常にリスペクトを感じる言葉が並んでいましたけれども。ちょっと自分のキャラクター含めて真剣に考えたいなと。<laughs> <laughs> いつから怖いキャラになったのかちょっとよくわからないです。もう一度いきます。このままカメラ見ててください。はい、このままです。<laughs> お願いします。はい。あ、ちょっとやりすぎだ。<laughs>

東京ベルディの新たなユニフォームをご紹介いたします。フィールドプレイヤー、ファーストユニフォームが平智博選手。ゴールキーパー、ファーストユニフォームが柴崎隆博選手です。二千二十一シーズンの東京ベルディのユニフォームは、昨年に引き続き。株式会社アスレタ様にご提供いただきます。コンセプトは東京コネクトトゥエンティです。 2001年にベルディはホームタウンを東京に移転しましたあれから20年栄光も苦難も数多く経験してきました先人たちが築き上げてきたパイオニア精神からこの地で描いていく新たなスポーツの未来へ東京とともに進化を遂げるベルディがより多くの方々とつながる願いを表現しましたメインユニホームパートナーは 日本ガス株式会社様、三シーズン目のユニホームパートナーとなり、今年はメインユニホームパートナーとしてご支援をいただきます。株式会社ミロク情報サービス様、今年で十四年目となるご支援をいただきます。え続いてユニホーム背中裾パートナーは株式会社イーグランド様。 今年で8年目となるご支援をいただきますえなお本日はお時間の都合上ここではご紹介できませんでしたが他にも数多くのパートナーの皆様に2021シーズンも継続してご支援をいただきますまた新規パートナーも新たに複数社によりご支援をいただくことが決定しておりますパートナーの皆様今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします なお東京ビルディは2月28日に味の素スタジアムで愛媛 FC との開幕戦を戦います。ぜひ会場にお越しください。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。